おい、待ってろよ。もう外なんだ。死ぬんじゃねえぞ。大丈夫かな。おい、外だぞ。外に行けば助かるってどういう意味だよ。どうしろってんだ。爆発が起きたからでも救急車とか消防車とかが来てくれるんじゃない？おい、起きろよ。おい、レイ。起きろ。おい、このまま死ぬ気か？頼むから。目、覚ませよ。あ、来てくれ、ん？でもなんかさ、パトカーっぽくない？神父の野郎、霊が助かるって。つまり、こういうことかよ。まあ、こんだけ派手に爆破すりゃあな。しゃあねえな。やっぱそうなんだ。でもそれじゃあズックがさ、完全にズックがやったみたいに思われるじゃん。レイ、忘れんなよ。お前に誓ってやったんだ。俺がお前を殺してやるって。でっかいビルでしたね。縦もさ、あ、鳥。でもさ、縦も長いけど、今まででも地下にいたんだよね。完全に階段こう登ってってったから。へえ。クレイさんは何のためにこの施設を作ったんだろう。もしかしてあれですかね、犯罪者と呼ばれる人たちをかくまうためとか。わかんない。ちょっとそこは疑問なんですが。あ、鳥がいる。白い鳩かな。美しいですよね。すごいでかいな。でもこのビルを、なんだろう、何かあった時にはビル自体を爆破させるなんか自爆装置的なやつを一応仕掛けてたのかな。なんかバレそうになったなとか。でもレイちゃんどうなったんだろう。そしてザックは、〇〇年〇月〇日、〇〇州〇〇にある廃ビルの火災によりガードナー夫妻殺人事件の事情聴取中に行方不明になっていたレイチェル・ガードナーが発見、保護された。彼女と一緒にいたのはアイザック・フォスター。フォスターはこの数年話題になっていた連続殺人事件に関与していたとみられる。フォスターは今回、誘拐事件の容疑者として逮捕された。しかしその容疑については否定。ただし殺人の容疑については一部事実を認めている。まあ、ザックは嘘つかないからね。またビルの、火災跡には男性の遺体が見つかっているが、身元は確認できていない。これが、グレイさんでいいのかな？あれは？グレイさんは生きてるの？もしかして。でもなんか、あの先生とグレイさん一緒に
あそこで爆発に巻き込まれたと思うんですけどね。先日のビル火災には新興宗教の関与を想定して捜査が行われている。しかし火災時の爆発によりビル地下は崩落しており、捜査は難航している。またガードナー夫妻殺人事件の犯人としてアイザック・フォスターが浮上、違うのに、捜査が再開された。一方フォスターによる誘拐を否定していたガードナー夫妻の娘レイチェルは更生保護施設に移送。そうだねそうだね、うん、否定するよねそりゃ。精神的錯乱が見受けられ、専門医によるカウンセリングなどの処置を受けている。はい、連続殺人および誘拐の罪に問われていたアイザック・フォスターには死刑判決が下され、ザック嘘。まあでも確かにたくさん殺してきたもんね。容疑もかけられて。それでレイチェル、心が落ち着かなくなることは？新しい先生によるカウンセリングか？いいえ、別に。じゃあ最近夜はよく眠れてる？はい。そう。では今日はここまでにしましょうか。ごめんなさいね、カウンセリングが長引いた子がいて遅くなってしまったわね。いいえ。部屋まで一緒に行きましょう。部屋には一人で戻れます。そういうわけにはいかないのよ、ごめんなさいね。はい。このね、レイちゃんの内股具合がね、可愛いんだよね。あら、今日はとても月が綺麗だこと。ね、レイチェル、素敵な夜よ。素敵な夜。ええ、こんな日はおとなしく、ベッドに入るといいわ。いい夢が見られるわよ。さ、行きましょう。レイチェルどうしたの？いえ、何も。そう、ならいいの。ええ。レイチェル、もしかして怖いのかしら？え？あなたはここに来てから随分と良くなったわ。あなたと共にいた人、あの殺人鬼のことばかり気にしていた頃とは違う。だからそんなあなたを安心させるために教えてあげる。本当はいけないのだけど、あの殺人鬼は死刑が決まったのよ。そう、そうですか。さっきよりなんか絶望の顔な気がするね。ええ、驚いたでしょうけど、これで今夜も安心して眠れると思うの。はい。逆だよね、レイちゃんにとっては。じゃあ行きましょうね。まだレイちゃんの中ではザックに殺してもらいたいっていう気持ちがあるだろうし、おとなしくお休みなさい。
いいわね。すごい心配になってるよね。本当はずっと夜は眠れなかった。心も落ち着かなくて、今夜も寝られないはずだった。でも、もう目を閉じるしかなくなったんだ。ずっといつかザックが来てくれるかなっていうのを待ってたのかな。それで寝てなかったのかな。なんだ？この音、窓から。何の音なの、レイチェル？施設の人じゃない。だったら、ザックのナイフを手に持って、それで入れないようにバリケード。レイチェル、開けなさい。まさか。レイチェル、何が起きてるの？大変、警察呼ばないと。避けろ。ザックだ。迎えに来てくれたの？いや。ザック。でも、死刑宣告されてるよね。ああ、お前またつまんねえ顔しやがんな。ザック、どうして？あ？何がだよ。だって、刑務所にいるんじゃ。んなもん、出てきてやったに決まってんだろ。でも、私、あの時、誓いを背負って、持っていくって。それがどうしたんだよ。つうか勝手に持っていこうとしてんじゃねえよ。ザック、じゃあ、まだ、私のこと、殺したいって、思ってくれている。俺だぞ。俺が俺の欲しいもん逃すわけねえだろ。早くしろよ。もうあんまり時間はねえんだからな。それともお前は忘れちまったのか？忘れてない。
忘れてなんかない。だって誓ったもの。ザックと私二人で誓ったもの。お。早くこっちよ。来い、レイ。いい？みんなで押すのよ。ねえ、ザック。私を殺して。だったら泣いてねえで笑えよ。なんかされていたね。終わったー、殺戮の天使。いやー、願わくば願わくばね、二人とも死なないでね。なんか逃げ延びて生き延びてほしいなとは思うんですけどね。え、ただあのグレイさんの作った施設だけはちょっと謎なんですよね。なんかいろんな解釈があると思うので、教えていただけたらいろんな方の意見を聞きたいなと、はい、思ってます。あの集められてる人たちはね、なんでそこに集められていたんだろうね。観察って言ってたけど、グレイさんはでね、ジャックは初めは自分のためだけにね、刃を振るってたんですけどね、最後の方になったらレイちゃんのために使うっていう、あそこが心の変化、そういうのをなんか人間模様的なものを、まあグレイさんは見てなんか楽しんでたのかな。はい、いやー、さらっていったのが、あ、ザックのナイフが落ちてる。ちょっと感動ですよね。はい、はい、ということで殺戮の天使すべてエピソード終わりました。いやー、もう画面崩壊させられておりましたね、最後の方は。はい、ということで、いやー、あのタワーから、ビルからね、二人だけでもさ、男性の遺体っていうのがさ、一人分しか行ってなかったよね。グレイさんかさ、先生か、まあ、先生は死んだんだろうね。グレイさんは生きてるのかな。またよそであの施設を作ったりするのかな。うん、まあわかんないけど。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。では次回の実況でまたお会いいたしましょう。ではバイチー。